鈴木慶は日本の実業家、ソフマップ創業者、東京都府中市出身で、実家は旅行会社を経営していた。幼少期に埼玉県に引っ越し、埼玉県立省部高等学校を卒業後、家業以外の旅行会社で社員となる。営業の他に旅行計画の作成から添乗員まで、こなしたが努力しても、大学卒業後に入社する社員により待遇が低い。 ことを不満に思い、企業を決意する。いくつかの副業などを通じて、企業の可能性を探ったが、当初は全くうまくいかなかったという。1980年、高校時代の同級生と100万円の開業資金を集め、当時流行していたレンタルレコード店を開業して成功するが、共同経営者との争いから、新たな業種で再出発を検討する。 1982年、孫正義や清和美子に関する記事を読んで、パソコン関連企業の設立を早期し、パソコンソフトのレンタル事業を行う有限会社、ソフマップを創業する。マンションの一室で運営したために、客足が優れず、広告の出向費用に瀕する苦しい経営を強いられた。レンタル事業の著作権問題について新聞から取材を受け、 記事を契機に知名度が上がり、顧客が殺到したが、著作権上の問題が、クローズアップされて競合店も続出し、業種転換を考えて1984年にパソコン本体の買い取りと販売業に転身した。翌年に有限会社から株式会社に組織変更した。本拠地とした秋葉原の裏通りに林立する現金問屋から商品を仕入れ、 小企業ながら豊富に商品を揃え、商品展示を行わず、箱を売りで廉価販売、などの販売手法と、大阪の日本橋にも進出するなど、積極的な店舗展開を経て、創業から10年間で年賞が1000億円になる。以後、東京、大阪などの大都市圏以外にも、郊外店舗の建設を進め、総合商社の丸紅が、資本参加した。 1999年に IT バブルの影響で過去最高の増収増益を記録し株式上場を計画した。2000年社長を兼任していた情報技術企業のドリームテクノロジーズの経営に専念するとして18年間勤めたソフマップ代表取締役社長を退任した。2001年 ドリームテクノロジーズをソフマップと同じく株式上場させるなど積極的な経営を進めていたが自身が技術者ではないことから経営に限界を感じ2003年に同社社長から退任したインターネットやパソコン関連企業から離れてタピオカドリンクの販売業や屋内遊園地などに進出したが業績を上げる事業に成長せず買い取りと販売業で再起死 以前から経営するカメラ販売会社マップカメラなどを統合して出品株式会社を設立した。カメラ、筆記具、時計、ロードバイクの4種類に絞った販売業を展開し、2012年にマザーズへ株式上場し、2015年12月に東証一部へ変更した。同社の株式上場により、ソフマップ、ドリームテクノロジーズ、出品、 三企業の上場に関与した。ABCDEFG 第157回出品、株式会社代表取締役社長、鈴木啓一ドリームゲート、鈴木啓氏のインタビュー記事、日経ベンチャー98年2月号 ABCD 第157回出品株式会社代表取締役社長、鈴木啓二ドリームゲート。ありがとうございます。